札幌ドームには大観衆が詰めかけています。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対埼玉西武ライオンズの4回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、やはりベンチとしては対エースの対策というのはやはり立ててるもんなんですか？いや、もちろんですね。深くミーティングもしてると思いますけれども、まあ野手も気合を入れて対戦してると思います。ではそのあたり注目していきます。打順が回ります。バッター秋山、ツーアウトにはなりましたがランナーを進めています。豪快に投げてきます。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球入った、ホームラン、先制のツーランホームランです。西武ライオンズ今シーズン第8号のツーランホームランになりました。白球高々と舞い上がり、札幌ドームのスタンドに消えていきました。らしいホームランを見せてくれました。ご覧いただいていますが、うまく打ちました。非常に綺麗なホームランでした。いきなりのホームラン、あっという間に先制点が入りました。西さん、やはり強いチームというのはバッティング、ピッチング以外にも守備もいいというふうに思うんですが、いかがですか？まあ当然ですよね。とにかく得点をするということの以前にまず失点をしない、ここは大事だと思いますね。そうですね。先発ピッチャー牧田、これから注目の立ち上がりになります。そしてキャッチャーは炭谷、今日のライオンズバッテリーです。日本ハムファイターズ初回の攻撃になります。バッターボックスは1番ヨウ。2球目打ちました。取ってワンアウトです。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。あ、打ち上げた、クソ構えました。取ってスリーアウトです。バッターボックスには4番秋山、今日は2打点という内容。打ちました。ツーアウトになりました。何点が取るんだ。試合は再開。小宮山さん、なんとかリードした状態で9回を迎えることができましたね。まあそうですね、十分すぎるぐらいの内容。打ちました。これはどうだ、ヒットになった。マルチ安打となるヒットが出ました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。ツーベースヒット。さあランナーが出ます。どう得点に絡めていくのか。いや、ここでね、一気に攻めたいですね。バッターは DH オフパワー、振っていきましたが三振。試合終了。西武ライオンズが見事勝利を収めました。小宮山さん、相手エースも最後まで粘り強く投げていたと思うんですが、少ないチャンス生かしましたね。まあそうですね、もう本当にこの勝利大きいと思いますね。大きな勝ち星ということになりました。勝った西武ライオンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のファイターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは
西武ライオンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。